白神はね、先ほど肉味噌をね、あのツイッターでもつぶやいたんですけど、肉味噌をね作りましたのね。そう、肉味噌七味マーラ七味で辛くなるかなと思ったけど、いやこれもう油で辛さなくなってるわって。でもその代わりあの七味の香ばしい感じで、あ、これはいい香り付けだったかもしれねえと思って、なんか香り足りないと思ったら、そうだ、ごま油入れるの忘れてたと思ったら、まあ、ちょうどええかなということでね、うん、いや最高でした。あのままご飯にぶっかけて食えるなと思えるくらいだったので、ちょっと肉味噌にはまりそうです。おー、下っ腹大丈夫？リングフィットする？もう彼女一生できんからな、そんなことをつ言う人は彼女一生できんぞ、やめなもう刺して刺されてですよ、お互い傷を負っていく。いいんですよ、カロリーはいくら摂取してもいいんですよ、だって美味しいもの。その代わり動きゃいいや、動きゃその代わり運動をしよう。カウンター強すぎ、バゴーンつって。そう、カロリーはね美味しいからしょうがないんです何の話かわからないけど、入った瞬間に一生彼女できないと断言されました。ありがとうございますありがとうございますじゃないんですよ、ありがとうございますじゃないんですよ、おかしいやろって。白神はね、不定期ではございますけども、一応ね、みんなの記念配信とか あのダンスのレッスンとかを今1日とかね、受けたりしてるので動いてますね。ふん動いてるもん、動くキツネだもん。白組は動けるキツネ。ふん。動けるキツネ。ふん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 。お腹やっぱりやめろー！やめろー！やめろー！プニプニしてていいのは妖怪ウォッチプニプニとかでいいんですよ。プニプニがいい。やめろやめろー！どこがプニプニするんですかね？ほっぺかなー。かな太ももツンツン、わらじゃないと、ナチュラルコメントセクハラをやめていただきたい。二の腕かもしれない。二の腕がちなみに二の腕にお肉がついてきた時はもうしっかり二の腕をね、ふんふんとふんふんとこう上に伸ばしたり下に引っ張ったりと、こう、ね、上下運動大事ですよ上下運動が大事でございます。ね、あとはふくらはぎとかね、太ももとかは筋膜ローラーとかでしっかりとリンパ流してあげると足が細くなったりしますのでね。曲に合わせて二の腕とかをこうトレーニングするのすごいいいですよ。うん、曲に合わせてこう手をね上げたり下げたりするのいいですね。やっぱね、好きな音楽を聴きつつ筋トレみたいな。やはりリングフィット配信は配信でリングフィットやるもんじゃないですってリングフィットってのはな、みんな配信でやるもんじゃねえんだ、己と己の筋肉と共にやるんだよ配信するもんじゃねえんだ、己と己の筋肉の1対1の対話やんもう絶対息上がるんで嫌ですという言い訳、絶対息上がってくるんで嫌です。もう配信どころじゃないですよ。前にゲマズと待機ありましたけど、マジではぁはぁだったのでね、そう、もう楽しかったんですけども、もう嫌ですよ、リングフィットやんないですよ。みんなに供給を与えるだけのリングフィットアドベンチャーで嫌です皆さんがリングフィットアドベンチャーを求める理由はもう白神はっきり分かってますからね。それを分かった上で、なぜやらねばならぬのか、それが分からない。だが他のホロメインにはやってほしい。うん、だが他のホロメインは大いにやってほしいみたいな。